見て見て、真っ赤なお洋服が真っ黒けっけに汚れちゃった。洗濯機に入れようっと。今日は汚れたお洋服を洗濯して遊んでみるよ、しんちゃんと一緒にね。このお洋服だけじゃないんだ、この下着も汚れちゃったから洗濯機にポイ。それからこの黄色いズボンも汚れちゃったから洗濯機へポーイ。それからそれから、この真っ白な靴下もパンツも泥だらけ、真っ黒だから洗濯機。そうしたら洗剤をちょっと洗濯機に入れて、これはお花の絵が描いてあるからきっといい匂いがする柔軟剤かな。これもじゃあ、そうしたら蓋をバッタン、スイッチをピッピッピ、ぐる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 、きれいになるかな。ぐる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 、ピッピッピ。あ、洗濯が終わったよ。蓋を開けてみるね。パカ。どうかなどうかな。あ、あんなに汚れてたズボンもピッカピカだよ。それからそれから、真っ黒だったパンツも真っ白けっけ。白くて真っ黒に汚れてた下着もピッカピカの真っ白白だよ。それからそれから、しんちゃんの赤いお洋服見て見て、ピッカピカ、僕と同じ赤いお洋服だ。それからそれから、真っ黒けっけだった靴下もピッカピカの真っ白白だよ。わー、お洗濯上手にできたな。じゃあお洗濯ができたから、ペラ、洗濯かごに入れて、洗濯かごからお洗濯物を出して、この物干し道に干していくよ。じゃあまずはこの下着、これはここに干します。それからそれから、この黄色いズボン、黄色いズボンもここへ干していくよ。それからそれから、真っ赤っかのお洋服、これは上の物干し竿に干していくよ。よいしょ。あとはパンツ、パンツはここにしようかな。よいしょ。それからそれから、最後はこの靴下、この靴下はここに。見て見て、あんなに真っ黒だった洗濯物がこんなに真っ白になったよ。とっても気持ちいいね。今日はしんちゃんと一緒に真っ黒けっけの洋服洗濯して遊んだよ。今日は芽生え10月号で遊んでみたよ。じゃあまたみんな見てね。バイバーイ。